ニュースマグビです。天皇誕生日当日、天皇皇后両陛下からご挨拶を受けられる予定だった上皇上皇后両陛下。続く夕方、赤坂御所で行われる天皇皇后両陛下らとの夕食会への出席も予定されていましたが、風邪のためそれら祝賀行事を急遽欠席されました。皇室ジャーナリストによると、症状は喉の痛みを伴うご発熱だったそうです。高熱ではありませんが、外出はせず安静にされ、大事を取られていると聞いていましたとのこと。風邪の症状が出始めたのは、天皇誕生日の約1週間前で、ご発熱が長引いていたようです。ニュースマグビ。